こんにちは、快適アートです。冬の絵手紙、今回のお題は目白とロウバイです。今回使う画材です。吉祥の顔彩24色セット、筆ペン、彩色筆、はがきタイプの画線紙です。それでは筆ペンで線画を描いていきます。目白の頭から描いていきます。平べったい感じで、くちばしのところは隙間を空けておきます。次にお腹のライン、背中のラインを描きます。ふっくらとした感じです。尻尾の方に行くに従って尖った形の胴体です。くちばしを描きます。なだらかなカーブです。次に目を描いていきます。目の周りは名前の通り白いんですが、白い部分の縁の黒いラインを描いていきます。真ん中には小さな目を描き入れます。細かいタッチで目の周りの毛並みを少しだけ描いておきました。羽を描いていきます。勢いの良い筆の動きで払うようにして描いていきます。尾羽を描きます。ここもかすれを使って払うようなタッチです。次に足を描きます。爪を細い線で描いていきます。左足は曲げて短く見えているような感じです。次にロウバイを描いていきます。まずは花を描きます。花の真ん中の小さめの花びらが重なったところから描いていきます。外側に行くほど花びらを大きくしていって、花びらの先の方は少し尖った感じのシルエットにします。薄っぺらい花びらの感じを出すために細い線で描いています。次は横から見た感じの花です。手前に見えている花びらは平べったく見えています。花を描いた後に間を縫って枝を描きますので、枝がどこら辺を通るのかなんとなく考えながら描いています。このチャンネルの絵手紙やイラストは全てオリジナル作品です。動画を参考にして模写やアレンジを自由に楽しんでください。気に入っていただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。枝についている花が描けたら、枝を描いて花同士をつなげていきます。今回は花だけでなく、目白もいるので、目白の足の位置に枝が来るように、角度などを少し調整しながら枝を描きました。枝が描けたらつぼみを描き足していきます。左上に伸びる枝にある花を描いていきます。開きかけのつぼみも描きました。枝を描きます。枝分かれしていく枝の付け根の部分も描いておきます。
また枝を描く前に枝より手前に見えている花を描いていきます。花がいっぱいある場合はできるだけいろいろな角度で描いた方がリアルな感じが出ると思います。描きやすい正面の角度だけでなく、横向き、斜めなどの角度から見た花もしっかり描いていきます。花が描けたら枝とつぼみを描き入れます。枝の途中にあるつぼみを描き入れて線画は完成です。次に彩色筆で着彩していきます。まずは黄土を取ります。髪が透ける程度の色味です。目白の黄色っぽいところに塗っていきます。体の中央くらいの羽の下のあたりなどが黄色い感じです。次にウグイス茶色を取ります。これも髪が透ける程度の色味です。目より上、背中側に塗っていきます。色が置けたら水をつけた筆でぼかしていきます。次に線香器を取ります。こちらは濃いめの色味です。目の下の口の近く、羽の縁の方に色を足していきます。お腹の方は白いので、色の境界が目立つところがあったら水をつけた筆でぼかしておきます。代謝を取ります。薄めの色味です。目の上あたりと羽のお尻側の縁に少し色を置きます。次に本藍を取ります。薄めの色味です。くちばしに塗ります。線香器と黄土を混色して黄色を作ります。髪が少し透ける程度の色味です。ロウバイの花に塗っていきます。つぼみにも忘れずに塗っていきます。次に代謝を取ります。髪が透ける程度の色味です。花びらが密集した真ん中あたりに点々と色を置いていきます。色が置けたら水をつけた筆で境界をぼかしていきます。次に枝を塗ります。代謝を取ります。濃いめの色味で枝を描いていきます。線画の上からなぞるように塗っていきます。羽の色をもう少し鮮やかにするために若葉を重ねます。濃いめの色味です。背中側に色を重ねていきます。最後におまけで背景も少し描いていきます。線香器を取ります。春という文字を書くとこだけ大きな円を描いておきます。他のところには小さめの丸をランダムな配置で描いていきます。こんな感じで背景を描いて、奥にある花がぼやけて見えているようなイメージにしてみました。
こんな感じで完成しました。春はもうすぐと書きました。昨日出かけた時に目白を見かけたんですが、動きが早すぎて写真もいまいち撮れずちょっと悔しかったです。双眼鏡とかがないと木の上の鳥はなかなか見えないものだなと思いました。今回のポイントは目白の羽の色を重ねて同系色のグラデーションで表現したことです。ご感想、ご意見、リクエストがありましたらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。快適アートのツイッター、インスタグラムもフォローよろしくお願いします。ハッシュタグ快適手紙のタグで皆さんの絵も共有してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。